185系が、夏休み、首都圏ぐるり旅として運行されました。JR 東日本は、今日27日、185系 B6 編成を、夏休み、首都圏ぐるり旅として運行しました。185系は、国鉄最後の特急型車両として、1981年春にデビューしました。特急、踊り子や湘南ライナーなどで活躍してきましたが、デビューから40年を迎えた昨年春に定期運行を終えました。多客輪としての運行も2021年夏までに終え、現在は団体臨時列車のみとなっています。今日27日は貨物船などを走行する団体臨時列車として、新宿から品川間を約10時間かけ走行しました。貨物船では、新金線や武蔵野貨物線、東海道貨物線を駆け抜けました。今後も、団体臨時列車としての運転が予定されています。これで、8月27日の KAB ニュースを終わります。